はい、どうもこんにちは。今日は、ドラムブレーキが会社を出ようとした時にカコンとかって言って、ドラムブレーキ、リアブレーキなんですけど、グラストラッカービッグボーイのリアブレーキが、戻らなくなって、そこから前進できなくなったっていう状況から、分解してどうなってたかっていうことの説明をしようと思います。今ここにあるのはドラムブレーキで、の中身ですね。グラストラッカービッグボーイのやつで、壊れてた理由はこれなんですけど、ピントが合わない。これなんですけど、これのここの部分が折れてて、本来はこういうふうになってるんですけど、これが折れてて、本当はここでこう引っかかって、反対側もこうやって引っかかるようになってるんですけど、買ってからもう10年以上経って、まだ5万キロは行ってないぐらいなんですけど、切れちゃったってことですね。で、ここになんか跡があるんで、ずっとなんか引っかかってたんでしょうね。力が加わって。で、なんかそれが2箇所あるのがなんでかなって感じなんですけど、ずれてるのかな、何なのかっていう。とりあえずブレーキをかけると、リアブレーキっていうのはここに四角いカムみたいのが挟まってて、これがこう縦になったり横になったりっていうので、これがこう開いたり閉じたりみたいな感じになって、ここには丸い棒みたいのが刺さってて、で、こことここでテンションをかけ続けとくっていう感じなんですよね。んで、こっちが開いたら外側にこれが開いて、鉄の部分に当たってブレーキが効きますよっていうやつですね。で、これをホームセンターで同じようなもんがあるのか、普通にバイクのパーツで買うのか、どうするかは考え中ですけど、スズキとかで発注すれば手に入るかもしれないですけど、これごと変えてもいいんですけど、今それは考え中で、これからちょっと調べようかなっていう感じです。そんなくらいです。皆さんもリアブレーキがなんか動かなくなって、カチンとか言って、交代はできるんですけど、前進ができなくなったっていう時は、リアのタイヤを外して、ドラムブレーキのあの黒いところをパコって簡単に取れるんで、タイヤ外したらそれ外して、こいつも簡単に取れるんで、横に引っ張ればポコって取れちゃうんで、それで大丈夫かなって見てあげるのもいいんじゃないかなと思います。あと、キーキーなったりしてたら、掃除、鉄の粉みたいのがいっぱい溜まってるんで、それを取ったり、オイルをつけなきゃいけないところはオイルをつけてあげたりしたら、音がなくなるそうです。前、キーキーって言った時に鉄の粉とかを取ったら、ある程度の期間はならなくなったんですけど、またちょっとしたら鳴るようになっちゃったんで、こういうブレーキがそういう音が鳴るようなもん、鳴る構造で作られてるらしいんで、そういうもんですってことです。皆さんも、キーキーになったら、中をバラして壊れてないか見るのと、掃除をしてあげるのをやってみてはいかがでしょうか。以上です。